さあ、2024年日本シリーズ開幕でございます。第1戦、横浜スタジアムで横浜 DNA 対福岡ソフトバンクホークス。はい。行われました。今日は開幕戦、日本放送で解説してましたので、現地まで行ってきて、今、帰ってきました。はい。ということで、まず、日本シリーズのことの前に、 皆さんにお話です。はい。さあ、ということで、明日、10月、えー、27日、衆議院総選挙でございます。はい。皆さん、はい。えー、佐々木も明日朝、投票に行ってまいります。えー、今日は日曜日、今年は日曜日に行けたんで、あのー、事前投票ね、えー、することなく、明日、朝行ってきます。はい。ということで、えー、皆さんもぜひ、選挙に行きましょう。ということでね、応援したい人がいる人、応援してる党がある人、投票にね、ぜひ行きましょう。 じゃ変わらないかもわかんないけど積み重ねだからねちりもつも,もれだからね俺はあの昔あの王様とワイン代名忘れたけどね王様とワインっていう話が好きでね野球までの話長くなるけどねワイン作りが名産の国があってね1年に1回収穫した一番最初のワインをねそのコップ1杯だけその樽に入れてそれ待ち回ってんだよねでそれでみんなが樽ねワイン作りの人がみんな樽にコップ1杯コップ1杯だよ 樽にワインを入れて王様に献上するっていうのがね、毎年のしきたりで、で、ある年ね、めっちゃ不作でね、あのなかなかドウが取れなくてワインが取れなくてね、一人のね、えー、青年がね、一杯ぐらい黙って水入れててもわからんやろうとで、言ったところね、最後王様のところで行ってね、蛇口ねってみね、飲んだらね、えー、それ全部水だったっていうね、みんな水入れてたっていうところもあるからね、一人じゃね、 あの、変わらないってなるかもしれないけど、それ、チリツだからね、みんな行かないと変わんないからね、そういう話、成功性あんのかって言ったらもうわかんないけども、えー、ぜひね、まあ、なんでこんな話するかって言うと、みんなに選挙行ってもらいたいからっていうね。まあ、今現状のね、今現状の日本にね、今の政治家の人たちに、今の現状に、今のやり方にね、あの、不満ない人は行かなくても大丈夫です。 変わらなくてもいいんだからね。でも、もし不満がある人は選挙に行ってね、えー、誰に入れるか分かんないね。言う人いますけど、も今スマホあるんだから、自分のね、選挙区の人のね、やつ調べて、そんだからいいと思う人を選んで入れてください。はい。っていうところで、えー、明日選挙へ行こう。はい。っていうところが最初です。はい。ここから本編スタートです。さあ、ということでね、えー、日本シリーズ、えー、終わりましたけども、初戦ね、 まあ、あの、佐々木はね、えー、このチャンネルでも言ってましたけども、まあ4勝1敗でホークスっていうね、予想してる中で、まあね、えー、DNA が勝つとするならば、ね、この、 え、初戦2戦目、DH がない試合で勝たなきゃいけない。今度、DH、どうなのか、ない時に守備を守るのかっていうところでね、やっぱ、りズは、やっぱ、打席に立てないっていうところで、まあ、明日の予告先発も、モイネルと大抜きになったんでね、もう、アも、え、第3戦の、まあ、福岡だろうと。DH があるところで、打席に立たないだろうと。で、今度は、今日、代々出てきてね、1秒で申告敬遠で、もう終わっちゃいましたけど、出番がね、まあ、やっぱり守備につけないっていうところで、まあ、1、2戦目は出ないと。これ出ない中で、 得点力半減する中でねやっぱ d n a は勝たなきゃいけないっていうところでまあ5対3ソフトバンクの勝利というところでまあソフトバンク勝ってね先発有原7回104球4安打4三振2四球無失点グペッチねで d n a 先発ジャクソン4回3分の297球3で打9三振5四球2失点まあまあなんとか踏ん張ったね2失点でっていうねえー、ところでねまあ今日の試合ね注目ポイントはね4つあります四つ5つかな5つあります まず一つ。こっから行こう。まず一つ。回のリードが素晴らしい。はい。こっから行こう。ね。えー、今日の有原のピッチングね。えー、右バッターに対してはツーシーム、アウトコースでフォーク。ね。で、えー、たまにカーブね。カーブはまあ左右バッター問わずね、初球パーンってね、取ってくる時あるけども。で、左バッターにはね、カットボール、外にチェンジアップっていうね、こう、どっちのバッターに対してもインコースとアウトコースを、えー、しっかり投げてた。これはもうほぼ全員に。で、これね、日本シリーズっていうのは、 今日だけじゃないからね。やっぱりこのね、7戦をね、全部横のつながりも見てリードしなきゃいけないから、やっぱりね、この初戦っていうのは、この試合の作るね、明日以降もある試合に向けて布石も打たなきゃいけないから、やっぱインコースっていうの使い方をね、やっぱしっかりしなきゃいけない。今日抑えて勝つだけじゃダメなのよ。明日、明後日っての布石を打ちながら、勝ってリードっていうのを横のつながりで見ていかなきゃいけない中、 会はね、もう全部のバッター全員、誰か、巻き一人とかじゃない、もう佐野も、オースティンも、宮崎も、戸柱も、森も、ね、桑原も、全員にインコースめっちゃちゃんと使いながら、意識もさせながら、外。でね、一発怖い、大、ね、ここは危ないっていう時はもう外中心にしたりもするけれども、基本的にはね、全打席しっかりインコースを使って、試合をね、抑えきったのはね、素晴らしい。グリード。ね。 これがね、まず大元の一つ。でね、えー、ソードバンクね、2回、えー、先制するんだけどもね、まあ、この状況の中でもね、2アウト1塁から、牧原がね、インコース高めね、つまりながらもしっかり腰の回転でね、レフト線打って、2ベース、で2、3塁になって、えー、バッター8番回と。もうここはもうね、満塁敬遠策やろうっていうところで、進行敬遠で満塁になって、 ツーアウトもあるり、バッター、有原ね。ここで解説の時もね、あの、日本放送の解説の時も言ってましたけど、何気にパリーグのピッチャー、打席に立ってないだけで、打つから油断大敵ですよ、と。ね。交流戦でもホームラン8本打った中で、7本セリーグですよ。あ、7本パリーグですよ、と。1本だけセリーグ。それヤクルトの小川ね。だからね、打席に立ってないだけで、何気に打ちますからね、楽しんで。だからここね、そんな安心しちゃダメですよ、っていう中でね、初級、ね、ボール。 で、二球目、ね、アウトコース際どいとこストレートでワンエンドは。で、ここでね、ジャクソンさっきね、四回三分の二で五四球投げたっていうところで、まあ、このし、ね、このイニングも二、えー、人目ワンアウトから栗原をフォアボール出してる。このね、時に一番バッテリーが考えたことは、一番ダメなのは押し出しフォアボール。これだけ気をつけようと。打たれるなんて微塵も思ってないわけよ。 国防監督はね、あの、監督インタビューで試合終わって言ってましたけど、有原が打つなんて思ってなかったっていうね。それほぼほぼ久保くりに誰も打つなんて思ってないでよ。でもう、打ってくる可能性ありますよっていう中でいや、バッテリーが一番警戒してたのは、押し出しフォアボールだ,だよ。で、初球ボールになった、2球目ストライクになった、まあ、2ボールにはしたくないのよ。ね。3ボールになる危険性あるから。だからもう次、なんとか1ボール2ストライクに早めに追い込みたいっていう中で、ど真ん中ストレート取りに行っちゃったんだよね。 打つなんと思ってないからね。この油断。そこで有原がどまん中に来たやつ、バット出したら1、2間抜けていってね。で、2点タイムリー。まあ、これは痛かっただから満塁、だからね、じゃあ満塁策にしたらあるじゃん。いやいや、これは満塁策が定石なのよ。だからね、初級あれストライクだったかってと思う。あと序盤やっぱ請球が乱れて、ちょっとフォアボールの不安があったっていうところも、このね、2点に繋がってたね。でまあこの2点先制でね。 DNA は、まあ、初回ね、2アウト1塁チャンスするけども、宮崎がセカンドゴロ。で、2回にも、ツ2アウト2塁でね、えー、ランナー得点圏行くけども、ここはジャクソンね、有原も打ったけど俺も打つぞって頑張ったけどね、まあ、三振っていうところで、そこからね、3、4、5、6、7、8と、1、2、3、4、5、6イニング得点圏一つもいかないからね、もうここは完璧に有原海のバッテリーにしてやられたのよ。で、その中で、次のポイント。やっぱり、海はオースティンに打たれたくないっていう。 まオースティンがキーマンやと思ってんだよね。佐々木もオースティンがキーマンやって d n 思ってるけども、これはチームも含めてなのか、あの、回だけなのかわかんないけども、やっぱりね、オースティンがキーやと思ってるから、打たれるぐらいだったらね、フォアボールでいいと思ってたんちゃうかと。っていう中で初回ね、2アウト1塁から、僕、得点圏でもないのに、フォーク、フォーク、フォークと、3球連続フォークでボール、3ボール。4球目をカットボールでストライクを取って、次、ツーシームインコースに行って、ボールでフォアボール。これもね、 この配球見てたらもう最悪フォアボールでもいいなと思ってるんだよ。こう序盤からね。やっぱオースティンがキーマンやと。こうオースティンに打たれるわけにはいかないと。で、えー、次が4回ね。えー、先頭のオースティンね。カーブ見逃してるんで、ホーク。これがライトフライっていうところで、もうとにかく変化球低めに集めてっていうね。で、一番、おーって思ったのが、6回裏。えー、2アウトランナーなし。 2対0。まあ、別にランナー出しても大してないことないっていうところで、初級インコースにツーシーム。で、2球目もインコースツーシームでファール。で、3球目、外のホークでボール。ツーボールワンストライクから、ツーシームツーシームでフォアボールなのよ。歩かしてもいいと。もう打たれるぐらいだったら歩かしてもいいと。絶対打たれたくないと。っていうね、ところでこのオースティンのフォアボール。で、次ね、宮崎がホークね、4連投で、ピッチャーゴロっていうね、ところで、 やっぱもうオースティンには絶対打たせたくないこれもキーポイントやっていう、ね、フォアボール OK っていうねこの最新の注意を払いながら絶対打たれたくないこのオースティンへの,、ね、の2個のフォアボールこれはね見てていやよっぽどオースティンにはヒットすらも打たれたくないんやなとでまあ、一発もあると一番もう警戒してん,んやなっていうところはねこの1回と6回のオースティンの打席見て、ね、もうはたはた感じたね。 まあ9回にね、最後オスさんからフェンチョのツーベース打つんだけどね、これはもうね、絶対歩かしても打たれたくない。オースティン・キーマン、ソフトバンクの回もキッチンも思ってて準備してることなんじゃないのかなっていうところはね、 まあどうなんだろうっていうところはあるけども、なんか感じたね。やっぱよっぽど大勢に打ちたくない。打たれたくない。流れ作られたくない。そこら辺はね、やっぱ初戦ね、そういったところもしっかりインコースもせながら、攻めながらフォアボールになったけども、非常にね、カイアリハ原のピッチング良かったね。まあ有原もしっかりそこに投げれてるっていうところもいいよね。あの、ミスコントロールすることなくね。 非常に。で、でもソフトバンクはね、次の1点、なかなか入らないっていうところで、5回、得点圏にね、えー、ランナーが行くけども、えー、最後、山川のところで2アウト1、2塁、えー、ジャクソンから中川に代わって、えー、空振り三振。この時、ジャクソンが、ノっていうね、一瞬言ってたけどね。 あの、三浦監督がベンチ一歩出た時にね、まあ、ここはしっかり。まあ、だから DNA はね、もう早めの系投をね、これずっとやっていくんちゃうかっていうね、クライバックシリーズみたいにね、まあ、そういうような感じしましたね。で、6回にもね、えー、2アウト2塁、チャンス作ったけども、ここ回ね、えー、歩かせて、まあ、有原ね、セカンドゴロ。これはまあ、有原、ここは変えられないと。8回にもね、えー、ランナー、ワンアウト1塁になって、牧原セカンドライナー。これで、マ、まあ、グップレイ。ね。 で、え、海が見逃し三振というところでなかなか一本出つっていうね。まあチャンスは作るけど一本出ない。あと一本出ればもうソホークスの勝ち決定やのになっていうところでね、なかなか一本出ない。ところで、またこのね、海のリードにね、里崎がうなったのがね、 5回。先頭、森、森がね、ファースト悩アンダーね。まああれはもう仕方ない。守備はね。もうマンブリセーフティーみたいなもんだからね。ノーアウト1塁になって、ここで代打フォード。ここになったね。回のリードに。初級、インコースカットボール、ボール。2球目、またインコースカットボール、ボール。3球目、またインコースカットボール、ボール。ちょっと待ってよ、と。ね。これ、9番フォード。次、桑原、薪、佐野、オースティン。流れていくと。2点やつ、と。 さすがに、なんぼ打たれたくないって言っても、フォアボールはあかんやろ。って思いながら見てたわけ。有原もん。さすがに狙いすぎやろ。と。で、4球目。カットボール。若干甘くなって、フォードがバチコーンってそれを打って、最初フェア行ってたんだけど、ちょっと切れちゃってね。ファールになって。スリーボール、ワンストライク。もう、もうワンチャンホームランなんだよ。出だしホームランだからね。若干ポール切れただけだからね。そうなった時に、 いや、まあこれ開いてきたから、外のチェンジアップかなと思ったわけ。だって、打ち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 、4球連チャン打ちいってんだよ。ボールボールボールカット。もうホームラン。もう一本間違ったホームラン、うでホームラン。これで有原、外チェンジアップかなと思ったら、まさかの、もう一球カットボール使って、村本、ライト、フライ。若干ボールだったと思うけど、フォードも強引に行って、ライトフライ。グリード、グッペチ。これはうなったね。 この5球連チャンカットボールは、これはまたね、いろんなね、データにね、残すね、続けたが5球あるよって。こう、日本シリーズ、さずざきもね、2010年、和田さんに、渡辺俊ちゃん、カーブ5球も6球も連チャンで行って、続けてね、打取ったやつあるんだよ。こういうの大事なのよ。続けるぜっていう、短期決戦続けるぜっていう、相手に対しての、こう、確率とかね、 その3球続けたらやめるとかっていうデータを出させないためにも大事なんだけどこの一発打たれたいいスイングされて完璧なバッティングされたところもう一歩回いくっていう勇気ねグルーリーとだからまあここのワークとしてはねあのいいいいファウルしたからもうさすがにけえへんやろうと思う裏を読んでいくっていうところのね好投テクニックねこれはねカイのリード非常にねうまかったうなったねここはフォードのところはね で、まあね、2対0で9回になって、9回ね、DNA のピッチャーね、古岡。出てくるけども、まあ先頭代だね、ミネイ。ここでミネイなんだってってね、バッと降りたからセンター前ヒット。くっパって。結局、これなんかもう球場全体、DNA ファン微妙な雰囲気だったよ。喜んでいいのか悪いのかみたいなね。で、こっからね、柳田は三振するけども、シュートがね、センター前ヒット。で、ワンアウト1、塁から、今宮がね、えライトへタイムリーツーベース。これがね、もう、 ワンアウト一塁でもう一点やりたいと。外野前進してたからね、ライトオーバーになっちゃって。で、ここでね、セカンドのね、マギがホームに投げるんだけど、ワンワンパンになってね、キャッチャーちょっとこぼして、今宮がね、まあそのまま三塁進むんだけども、ここでよ、セカンドランナー河村、ファーストランナーね、シュート。2023年 WBC のメキシコ戦のさよならかっていうぐらい、シュートの判断が早くて、足も早い。若干河村がね、取るかと思って後ろ戻っちゃったんだよね。で、 もう抜かれるぞぐらいのシュートの判断力の良さと速さで三塁も回ってきて河村本塁スライディングしてもう一秒たたん間にシュートをスライディングして河村に当たるぞっていうシュートのスライディングをねトントンみたいな感じであのシュートのね判断力非常にぐっそりねでその後ねツーアウト三塁川瀬がセカンドゴロでツーアウト三塁になってから栗原のレフトにタイムリーヒット 結果的にこの一点が非常に大きかったねで、5対0になってそのまま終わるかなと思ったところでまあ9回裏オスナねまあここオスナはねブルペンでこれコブコブ監督も監督インタビューで言ってたけどもあもう俺俺じゃないのかなってちょっとね集中か高めてる中で一回ポってエアスポット入ったと思う、ね でもそれ言ったからね。ちょっと、まあ、集中してないわけじゃないけども、ちょっとなんかね、メンタル的にふわってなったところがあると思うんで、まあ、そこでね、3失点したっていうところはあるけども、最後ね、えー、しっかり踏ん張り切れたけども、ここでも大問題発生。これま、解説中にも言ったんだけども、9回裏ね、先頭オースティンが、レフトでね、フェンス直撃2ベース打つわけ。ノーアウト2塁。点差5点。ここでまさかの、オースティンに代わってダイソー強打。え嘘でしょっていうね。本当に変えた時に、え勝ち。 諦めたのっていう。まさか怪我してないよねオースティン、今日の試合。多分怪我してないと思うんだよね。だから、もし怪我してたら話は変わるよ。全体的にね。でも多分怪我してないと思うんだよね。今見てるけど、怪我してない。ニュース出てない。ね。まだ。まあわかんない。してたかもしれない。でもこれもしてないとね。えー、想定して。ね。え大イソ強打 ?DNA ベンチもう勝ち諦めたって言った俺、解説で。だって5点差やで。っていうことは、打者一巡して、 もう1回オースティンに回ってくる可能性あるもしくは同点だって延長なる可能性もあるって考えた時に5点差でオースティンイソー出す意味あるだってそんな1点取ったって仕方ないんだよ正直そんな足とか使ってがぶしゃるにこれもう勝ちえ横浜ベンチもう勝ち諦めたんかなと思って正直このオースティンの謎のダイソーでねでまあそこからダ代走送ってで宮崎ショートフライね で、飛ばしはサードフライ。で、ツーアウト二塁になって。で、ここから梶原センタータイムリーヒット。で、ツーアウト二塁から森がレフトでタイムリーヒット。で、ここで代打筒号がライト前ヒットでツーアウト一三塁。で、ここで桑原のピッチャーゴロを、まさかのオスナがファーストへ悪送球。ちょっとね、セーフティーバンド組に前になってね、取り入って悪送球で、5対3、2点差。で、ツーアウト一三塁で、バッター巻きを。2番巻きこの時点で思ったのが、オスナの悪送球を見て、え 2005年のプレイオフ第3戦よく似てるなと思って。まイのファーストボードって4点差追いつかれてるんです。あれちょっと思い出しました。無事情報です。ね。で、これ2アウト13塁になって、マキ。これ、一発出たらさよなら昼はドジャースが、フリドジャースフリーマンがさよなら満塁ホームラン。夜はベイスターズがさよならスリーラン。おい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 みたいな、うん、同じ青やみたいな。ワンチャンあるぞと思いながら。でもここでもう一つ思ったのが、これ、 マキがタイムリー、同点タイムリーツーベース打ちました。次3番差の絶対敬遠。で、ツーアウトに3塁で4番強打まあ、ここ台打出るかもわかんないけどね。ほら、言ってんじゃん、オースティン回るやんっていうね、可能性もあった中で、もう謎ダイソーだったね。あれは正直ね、勝ち諦めてるよね。でも結局ね、マキね、いい感じで打ったけど。 センターライナーでね、まあゲームセットっていうところで、まあこのね、3点をね、DNA は明日に繋げていかなきゃいけないね。だから正直ね、完封で終わるよりも、このシリーズはね、4回勝った方が勝ちだから、まあ1回負けてもどんね、ここ他のとこも言ってた3回負けれるっていうね。だからこれを、この攻撃を明日に持っていかなきゃいけないから、 大事なのは明日のサイニングまで。サイニングまでに今日のホークスのように DNA が先制して今日の流れを持ち越さなきゃいけないね。逆にホークスにあ明日のご前のサイニングで先制されたらこの勢いなんてこっちゃなくなるからね。まあそのそね、勢いを生かすためにも明日の序盤ね、3回が必要かなっていうね、えー、ところは非常に感じましたっていうね。あとね、勝ち切る最終決戦って出たけど、あの、ここで3位から日本一になったサドデイがね、あの言いますよ。 勝ちたいと思っちちゃダメです勝ちに行ってもダメです3位のチームは勝ったら逆やな勝ったらラッキーやなぐらいの気持ちで1位のチームに向かっていかなきゃいけないのよそんな勝たなきゃじゃないのよ勝ったらラッキーなんやからもう勝ったら逆俺もこれ勝ったら逆やなと思いながら2010年戦ってたからねリーチになって初めて勝ちたいなと思ったわけだからそんな勝たなきゃじゃなくてねもっとゆっくりな気持ちでね3位のチームはいかないけどホークスの方がプレッシャーあんだから3位のチームで負けたら逆だから本当に あの時だって中日の方が絶対プレッシャーあったんだから。そういったところで、サイのチームのアドバンテージを生かさなきゃいけないわけ。自分たちの。それは、勝ちたいと思いすぎないことなんのよ。そこら辺をね、DAA のね、監督、コーチ、選手にね。 ちょっととプレゼントしたいと思い思ます言葉をねまあそういうところでね初戦5対3最後バタバタしたけどもねまあだからオスナはちょっと30球投げちゃったんで明日ひょっとしたらベンチに入らないか,かもしれないねだからちょっと後ろは編成変わるかもっていうね、えー、ところはありますけどもまあちゃんとしたまたね生物出場戦だと投げ方もよくなってるからねまた状況は変わるんじゃないのかなっていうところもありますしまあ今日の試合展開でねさすが気になったとこは、えー、ずっと説明してきましたけども、えー、有原の打席でその満塁への押し出しへのちょっと不安っていうところと 会有原のバッテリーがしっかり日本シリーズ初戦でやらなきゃいけないことをしっかりできたリードで投球でフォードに対してのねスリーワンからホームラン性のあたりを打たれてもカットを続けたところえそんでオースティンのダソーこれはどうなんやっていうねところえそしてオースティンへのね打たれたら困るっていうところでフォアボール OK のあの配球ね非常に素晴らしかったかなっていうところはありますねまあということで初戦終わりました2戦目どうなるのかね ホークスが明日勝つようならスイープされる可能性も出てきますよっていうね、えー、ところでね、え、サウはもう7000まで行ってほしいんです。そしたら YouTube7000 分出せるんで、はい、あと5000面も行ってほしいんです。仕事が入ってるんです。ね、というところでね、佐々木はまあ要所いっぱいでホークスしていくもの、まあどうなっていくのか、今日のね、一戦で佐ウザが気になることを伝えてみました。解説してみました。皆さんからのメッセージ、コメント、お待ちしております。ということで、 えー、日本シリーズ初戦5対3でホークス一勝でございます。明日どうなるのか、明日も佐々木総主役でお楽しみください。それでは。